ジョアン・ペドロ・ジェラルディーノ・ドス・サントスがウーボンは、ブラジル・イパチンが出身のサッカー選手。カリア・リカルチョ所属。ポジションはミッドフィールダー。2006年に、アトレチコ・ミネイロの下部組織に入団し、2010年5月23日、アトレチコ・パラナエンセ戦にて、プロデビュー。バンデル・レール・シェンブルゴ監督の元セカンドストライカーや、攻撃的ミッドフィールダーとして継続的に、 出場機会を与えられ高パフォーマンスを見せた。2010年8月、イタリアの US チュッタディパレルモと5年契約を結ぶ。リーグ戦デビューは2011年1月17日のカリア・リカルチョ戦でヨシップ・エリチッチに代わり途中出場した。2011年1月29日、ポルトガルのビトーリアイスシーにレンタル移籍した。同年8月20日、ウルグアイの CA。 ペニャロールにレンタル移籍した。2014年9月1日、カリアリカルチョに移籍し、再び、イタリアでプレーすることとなった。2018年2月11日に行われた US、サスオーロカルチョ戦後に採取した尿から、ヒドロクロロチアジドという利尿剤が検出され、半年間の出場停止処分を受けた。同年11月27日、2022年6月まで、 契約を延長したことを発表した。2019年11月7日、2023年まで契約を延長した。2019から20シーズン、これまでのキャリアで最多となる18ゴールを決めた。2009年、FIFAU-17 ワールドカップ、ナイジェリア大会に臨む U-17 ブラジル、代表メンバーに選出。ありがとうございます。